光秀は逆賊桃地を倒し伊賀忍団を壊滅に追い込む。だが依然として己のなすべきことは見出せずにいた。そんな折、光秀のもとに信長から使者が訪れ、秀吉の西国攻略の御詰めとして出陣命令が下される。己が身の振り方に思い悩む光秀、気づけばその足はかつて希望を語らったあの木の下へと向かっていた。光秀編第6章、さみだれ、本能寺の変。手中の希望を守り抜くため乱れし現世を打ち砕く。そのために俺がなすべきは何者だ。光秀さん、俺はどうすべきだったんだろうな。美月、乱世を壊すっていう親父の言葉を信じて戦ったけど、かえって深まる乱世の中で大切な仲間を失って、親父を信じられずに桃地さんについていったものの、結局駒として使われてただけだった。前にこの木の下で感じた未来への希望はどうやっても叶えられないのかな。まだ終わってはいない。この悲しき乱世を壊すために信長も俺も女王を殺して戦い続けて。乱世を壊すためだって笑わせるなよ。今の乱世を作ってるのは親父本人じゃねえか。信長が乱世を、確かに天下第一の勢力を得てなお戦を続ける信長は今やこの乱世の根源。光秀さん、礼を言う。おかげで俺の進むべき道が見えた。光希、お前も自分の道は自分で開け。いいな。自分の道は自分で開けか。よし、俺もこの気持ちに決着をつけに行くとするかな。その顔、迷いが晴れたようですな。なればぜひ進むべき道をお示しくだされ。ああ、利光、俺は信長を討つ。俺は信長を討つ。乱世の象徴たる信長を討ち、乱世を終わらせる。それが俺がなすべきことだ。なれど、信長様を討てば殿は謀反人の咎を背負う。これ以上の過度な献身はさすがに看過できませぬ。信長様の大願のため殿が犠牲となるなど、なぜそれがしが許せるとお思いか。すまない。だが全ては覚悟の上、俺の見定めた正しきを今度こそ貫き通したいのだ。まったく、そのように晴れがましい顔を向けられては承知した。それが真に殿の幸福なのであるならば、それがしも微力ながらお力添えいたしまする。
お前の協力喜ばしく思う。共に行こう、利光。始末いたそう。利光、俺についてこい。敵は本能寺にあり。この本能寺にて信長を倒し、俺が乱世を終わらせる。みんな続け。一兵たりとも取り逃がすな。包囲の完成を急げ。果てよ。現れた十兵。だがやすやすと撃たれる信長ではない。討ち死に。敵将、始末いたした。耐えきれん。聞かせてもらう。甘いわ。討ち死に。おお、やりましたね。虫を浮かせ。お相手いたす。出ろ。見えた。出ろ。我らが殿を支え抜く。殿の本懐を我らの本懐となせ。討ち死に。光秀様の道は我らが開かねばな。だと明智、もろともに焼き尽くせとのことだ。遠慮なく火矢を食らわせてやれ。他人だと。奴らがなぜここに。まさか桃地は未だ生きているのか。この日、明智勢によるものではあるのに、どうやら横槍が入ったようだ。敵は払えた。ならば次だ。門は閉ざされ燃え盛っているが、なすべきことのためならば俺は。小村が、これでは踏み入ることすらままならぬ。いけませぬ、殿。ナマクラは魔王の懐にいらぬ。俺はもう惑いはしない。
ちいるぞ。俺に続け。ああ、そりゃせいや、炎を超えるか、待ち受け。その息やよし。邪魔しようったってそうはいかねえ。ケチ光秀、お前はここで死にな。やはり生きていたか。全て壊そう。信長を倒すのはお前ではない、この俺だ。横槍は伊賀衆三両、執念深い男よ。伊賀人が出てきた今、我らにも猶予はない。全軍寺になだれ込み、迅速に勝負を決せよ。開門。一緒だ。ヤスケ、俺は一度引く。ここはお前に任せたぞ。出ろ。返してみ。織田も明智も残らずこの地で打ち滅ぼすのだ。見えた。出ろ。その首置いていってもらおうか。あばめる者か。打ち死に。出ろ。なんと目覚ましきご活躍。俺の邪魔はさせない。旅転べ伊賀忍団よ。出ろ。くっそ、お前にやられてたまるかよ。じゃあな、せいぜいあがけよ。出ろ。待て。逃げ足の速い。信長ならば桃地とてたやすく退けよう。謀反人どもめ、信長様には指一本触れさせぬぞ。開門。ちょそろ。敵の息に飲まれてはならない。必ず戦線を維持するのだ。打ち死に。打ち死に。そりゃせいや。そろ。任せる。ブーン来そうぞ。すべて壊そう。俺の刃から逃れられると思うな。敵将切り伏せた。力及ばずか。見えた。なんと見事な。返してみる。一瞬だ。出ろ。敵将切り伏せた。信長様、弥助が支えます。皆さん、敵の進軍止めてください。打ち死に。ごめん。ガチ抜く。敵将始末いたした。打ち死に。貴様、なぜこのような真似を。打ち死に。
信長に寄り添い歩むだけでは乱世は終わらない。それが俺の答えだ。伊賀人にも織田勢にも好きにはさせない。寺の要衝を抑えろ。全て壊そう。ここで押し負けるようでは信長は撃てない。さらに突き進むぞ。我らも味方の奮戦に応えるぞ。手がここだ。十分どこからでもかかってくるがよい。任されよ。単身現れるか信長。隙を見せた。つくづく大胆不敵な男だ信長様。とても驚きです。それなら弥助もやります。皆さん集まって信長様お守りをしましょう。せいよ討ち討ち死に討ち死に。殿の行く道阻ませはせぬ。討ち死に。任されよ。重兵衛もお前のような忠心を持ち幸運であったな。それは信長様とて同じであろう。己が幸福せいぜい噛みしめられるがよい。十兵衛光秀があなたを撃って乱世を終わらせる。名乗りのくどさはついに変わらずか。よかろう。ならばその覚悟を示せ。十兵衛よ、お前の刃で隙を見せたな。俺を倒してみよう。俺の刃はもう生蔵ではない。信長、あなたを討ち、それを証明する。信長様、お下がりください。この場は弥助にお任せを。開門。おら、弥助か。たやすき。十兵衛よ、一旦勝負はお預けだ。取れなかったか。次の機会は必ずやものにせねば。明智の夫人乱れてます。隙をつきましょう。皆心してかかるのだ。ここを越えねば信長には届かぬ。父上をお守りしなくては。皆の者急ぎ火星に向かうぞ。と隙を見せたな。応援か。やつらを本能寺へ近づけては俺たちの旗色が悪くなりかねないが。はいと勝ち抜く。お命ちょうだい。まだ負けることできません。勝ち抜く。父上への恩を仇で返すとは許せぬ。手合わせご所望ですか。討ち死に。甘いわ。信長様、お逃げください。父上のため負けられぬ。死ね、謀反人め。信長様をお守りせねば。
ヤクゾクの首落としてくれるわ。この程度戦火とは呼べぬゆえ、打ち死に、うがち抜く。お見事にござった。打ち死に、かなう相手ではなかったか。はいそう。隙を見せたな。任せろ。いや、敵の方が一枚上手か。父上、どうかご無事で。打ち死に。いや、出ろ。災いは受かった。これにてたやすく進めよう。任され。お力添え感謝いたす。打ち死に。おりゃ、なんと見事な。任せ。不足なし。入れ。お役に立てなんだか。打ち死に。出ろ。打ち死に。全てはなすべき正しきのため。誰であれ俺を阻む者は切り伏せるのみ。打ち死に。任されよ。そりゃ、そりゃ、始末いたした。敵の主力は蹴散らしたか。ならば残る将は信長のみ。早く来い。十兵衛、任せる。開門。そこか信長。待っていろ。すぐに向かう。敗北条件変更。任されよ。それがしがついておりまする。どうか心置きなく本懐を遂げられよ。ダメだ光秀さん、もやつと戦わないでくれ。平門、お命ちょうだい。光秀、お前はやはり信長のもとへ。すまない、道を開けてくれ。光秀、やはりとどまっていた。親父と光秀さんが争うなんておかしいだろう。さっから先には行かせねえぞ。平門、お命ちょうだい。まだ引けねえ。親父には指一本触れさせねえからな。打ち死に。お命ちょうだい。もうやめろよ利光。これからも光秀さんを止めてくれ。それがしは殿の歩む道こそが正道ゆえ、止める道理などあろうか。くっそ、これがあんたたちの覚悟ってわけか。開門。決着をつけるぞ信長。お
俺を撃つのは貴様にあらず。邪魔だとするな。倒すのみぞ。座標はもう十分だ。そろそろ決着をつけるぞ。十分望むところ。必ずやこの手で、あなたを撃つ。良いぞ、十分。だがそれ式の刃では、信長は倒せん。たやすきこと。お命ちょうだい。ようやく乱世が終わるのか。信長を撃って、それで、いや、おそらくそれではまだ。今しばらく歩みを止める暇はないな。見えた。一瞬だ。乱世を壊し尽くすため、乱世の象徴たるあなたを倒す。これが俺の出した答えだ。それでいい。親父！うん、乱世は終わる。新しき世はお前が見届けよ。信長様から明智殿に。これは左文字。我らの誓い、必ずこの手で。